はい、こんにちは。日本改革党靴沢亮でございます。参院選東京選挙区に立候補しております。都民の皆様はご投票よろしくお願いいたします。比例には出せてませんので、東京以外の方はすいません。私っていうか日本改革党は選べませんので、ご了承ください。高等じゃないところは一つの選挙に10人立てるとみなし政党と呼ばれてですね、比例使えるようになるんですけれども、残念なことに力不足と金銭不足とで10人立てられません。3年後の参院選は頑張って10人立てられるような勢力と組織力になっていたらなぁと思っております。大崎様、お手紙いただきました。ありがとうございます。 T 様、ひで子様、時子様、ゆう様、金井製雇われ店長様、中村義雄様、圭介様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただいている方もいらして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきます。大田区大岡山駅に行ってまいりました。都立大駅でちょっと凱旋やってまいりました。今日は、暑かったっすね。救急車しょっちゅう見かけたけど熱中症かなーって思いつつ、環7と246を使い、大手町1丁目経団連本部前で抗議凱旋やってきました。内容はですね、毎年毎年しつこく外国人労働者受け入れ拡大の提言を政府に出してるんですよ。まあ自民党にも出してるんでしょうけど、で経団連といえば自民党の大支援団体じゃないですか。寄付もいっぱい、しててさ、で自民党も経団連の奴隷が欲しいって要求に拒否しきれねえのかなーって思ったりもしておりますけれども、1000万人外国人労働者入れるなんてたわけたこと、30万、毎年30万人ずつで1000万人目指せみたいな提言も数年前にしてやがりまして、ふざけてんですよね経団連ね。そんなことしたら無人販売所とか成立しなくなっちゃうね。日本人はみんな親戚だから成立している無人販売所がなくなっちゃいますよ。あとね、日本人みんな親戚だからチップなんかもらわなくてもちゃんとやってくれるんですよね、店員さんはね。外国では、日本以外では全員赤の他人だからチップあげねば何もやってくんねえんですよね、店員さんも。どこでも。それが日本人全員親戚だってことを日本人が知らないんだけど知ってる、体は知ってるという根拠になってると思うんですけども、な、1000万人も外国人労働者入れたらそいつらが家族作って4000万人になっちまうじゃね。したらさ、子供を産みまくって作りまくって、いいや、学校なんか中学生まででなんつってさ、バン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 一家庭で7、8人子供生まれちゃったらさ、これフランスでイスラム教徒がそういう勢いで増えてるらしいんですよね。日本人完全にマイノリティになっちゃったらどうすんだって話なんですよね。あとね、外国人労働者を輸入するってことは日本人と競争が発生するってことですね。あとね、労働力の需要と供給のバランスで供給が増えんだから単価上がんないっすよ。市場の値段が需要と供給で決まるとしたら、はいはいはい、働きたいですって手を挙げる人が多いとしたらね、すげえ多いとしたら、じゃあ時給500円でいいか、募集してみっか、あ、希望者来たわ、これでいいわってなっちゃって、
労働単価、つまり賃金、安くなっちゃいますよね。経団連は今だけ俺だけ良ければいいなんつことで、儲かればいいなんつことで、なね、あの外国人労働者安易に政府に提言してますけれども、若いうちはいいだろう、外国人労働者安い金で働いてくれて企業にとってはいいんだろう。だってその人らにだって老後は来るわけだ。でね、働けなくなった、じゃあ帰れって追い出せっかっつうと、そうでもないね。自分たちは若い時の安い労働力だけチューチュー吸って、その人らの老後の福祉は政府にお任せなんて、こんな虫のいい話やっかって思うんですよ。それとね、日本人の賃金上がんにいだろうが、日本人が繁殖っつうか少子化進んじゃいますよね。賃金上がんねえばさ、ちょっと結構、あの、疲れてて耳が遠くなってるかもしれないですけど、電話の音聞き取れませんでしたよ。なんかあの、表でやったあの、凱旋の映像も、熊がすごいですね。室内で撮ってんのは、まああの、私、今、どうですか、あの、熊できてます?外で撮ったのは、日の光に照らされて、あらわになっちゃって、クマがすげえなって、ちょっと今日驚いたんですけれども、というわけで、あの、経団連の連中は、外国人を入れましょうって、政府に言うな、いうようなことを、今日本部前で凱旋してまいりました。あとね、一定数超えてさ、何?お祈りの時間の休憩設けろとか、言い出しますよ、これ。一日5回、床に寝っ転がって拝むんだっつってね、そのための休憩時間を設けろとか、給食に豚肉入れんなとか、土葬の土地よこせとか言い出すかんね、数増えたらね。だいたい臨界点が1割なんだって。そういうことを言い出す臨界点が、まあ何人でもですね、割合が1割 10% 超えたら、ああしてくれこうしてくれ言い出すんだって。そうなってはたまんねえから、あとあれだよ、1000万人外国人労働者入れて、瞬く間にその人らが 7,8 人産んじゃったらどうすんだよ。1000万人が7000万人8000万人、その次は5億人とかね、ちったら、どうすんだよってね。経団連ふざけてるよね。お前らの子供や孫が、ずっと経営者側でいられると思ったら、お間違いだからな。いられない可能性の方が高いぞ。そしたら、自分の子や孫も、外国人労働者との競争にさらされて、低賃金に苦しむんだがんな。全然分かってねえのね。その、企業経営者、どうも、わさ、っていうようなことを喋ってまいりました。まあ、その後、神保町を流し会社にやったんですけれども、本の街ということで古本屋いっぱいあったな、やっぱな。就職情報サイト、就活の教科書が、底辺の仕事ランキングを発表。炎上し、記事削除。ひどいランキングもあったもんだな。職業に寄せんなしって、言葉知らねえのかな。これね、ネーミングが悪いよ。底辺の仕事ランキングってネーミングが悪いよ。大変で避けた方がいい仕事とかだったら、まあまあね、まあ就活の記事だね。フジテレビ、そのランキングの職種の人に突撃インタビューしました。これがまた大炎上。わざわざ煽るようなことして、わざわざ他人を傷つけに行く人間のクズ、当事者にすごく残念、悲しい、悔しいと言わせる鬼畜の所業、本家の記事よりも大炎上しておりました。まあテレビはね、影響力大きいからね。視聴率 1% だったって100万人が見るわけですから、ネットの話やる前からクレームだらけになるの分かりきってるだろうに。富士はバカなのか、
潰れてしまえ。ここを見ているフジテレビの全社員へ、お前らにまともな番組なんか絶対に作れっこない。視聴率底辺テレビ局が偉そうに傷に塩塗る行為、バカすぎだろフジテレビ。全国放送したのかこれ、頭おかしい。こんな企画マジで通るんだな。この人らいないと困るが、富士がなくなっても困らない。日本人にヘイト巻きまくってるの本当にすごい。記事書いたやつと同レベルのバカと。トラック運転手、ゴミ収集、土木、保育、どれもテレビ局員より必要な職業。こんなこと人の心があるなら聞けないよね。試験ですけど、フジテレビに日本人は数えるほどしかいないと聞いております。人間のクズ、以前に企画したやつはこれで日本人を傷つけることができるって喜んだんだろうね。よってフジテレビは批判や非難の対象ではなく敵視の対象とした方がいいと思うんですよ。だってあっちがさ、日本人を敵視して攻撃対象にしてんだから反撃しないとね。11年前に1万人に抗議されても変われなかったフジテレビ、はじめテレビ業界に改善の見込みなし。ですんでね、滅ぼすしかねえ。テレビは嘘つき、テレビ見てるとバカになる。徹底呼びかけして、見る人を臨界点まで減らすことがグッド、ナウイことだと思っております。最後の瞬間まで改心などしないで、私が生きてるうちにテレビの崩壊が見れるととっても嬉しいんですけど、皆様テレビを見ないことでご協力ください。知り合いに YouTube 進めることでご協力ください。今はですね、テレビ消すと 8% 節電できるよもいいかもしんないであります。とにかくテレビ業界は日本人を敵視してますから、こっちも敵視しないと危ねえんだという話であります。明日2日土曜日も流し外線、ちょっと駅に降り立ってちょこちょこ喋るより流し外線の方が効果があるな。自民党さんなんかはですね、もう知れ渡ってっから、どういう党だ、知れ渡ってっから、その応援してくれる市議区議の縄張りに行って顔出し、協力してくれたお礼に演説で1日10カ所も回るみたいなことをしなくちゃいけませんけれども、日本改革と靴沢良治はまだまだ全然知られてない、何を言ってるのか分かられていないので、流し外線の方が効果があるなぁと私は思っております。引き続きご支援、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。